皆さんこんばんは、ゆうです。今日は12月15日、月曜日です。で、今ですね、夜の8時半、たった今帰ってきたところなんですが、ちょっとね、ショック、へこんでます。それはなぜかっていうと、今日の15日、15日の夜9時から、キャラアで、ある商品が予約開始になってたんですよ。ちょっと遠いと思うんですが、これ、これですよ。 ラブライブとあの有名なアウトドアの、えー、コラボ商品デイパックってやつですねでこれのブラックバージョンとホワイトバージョンが今日の9時からキャラーニにて予約ということでこれはコミックマーケットでコミケですねで発売されるものらしくてそれの事前販売がキャラ2、えーニで今日の9時からやってるということだったんですがいやーちょっと7時台はね <laughs> 無理ですよ。無理、ね。僕も用事というかね、あのー、言えないんですけど、いろいろあるんで、7時台はね、家に入れない。でも、もちろんね、スマホなんかもいじれないので、いやー、予約が終了してたんですよ。1時間半でですよ、1時間半で。まあね、ラブライブ商品なので、そこら辺はしょうがないかなと思うんですが、いやー、欲しかった。 僕のね、今背負ってるリュック、僕普段リュック背負ってるんですけど、ボロボロなんですよ。なので新しいの探してて、そしたらちょうどラブライブのね。で、僕普段今背負ってるのもアウトドアのリュックなので、いやーちょうどいいなと思ってたら、黒のみですね。黒のみがもう完売状態。で、白はまだあるみたいです。やっぱね、白は汚れたりするんで、 あんまり普段使いいには向いてないんですよ、まあなのでそれもあると思うんですがいやー黒バージョンがね欲しかったですこれね元の値段が9700いくらしますから売ってたとしても1万円超えちゃうかなっていう商品ですよねはい、えー、そういうお話でございますまあ気持ちを切り替えてですね明日16日はナムコナンジャタウンに行ってきたいと思いますのでそれでね元気を出したいと思います ではまた。